どうも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 、アベタス TV のアベタスでございます。はい、やってまいりました。今日はですね、とあるねツイッターをちょっと発見したので、これはちょっといい機会だということで今カメラを回しております。で、どんなニュースかっていうとですね、あのヤフーニュースの、ツイッターアカウントで、発信されてたんですけれども、妻の出産直後の、夫の産休喪失へ。で、これちょっとツイッターの方で流れてたやつで、まあ、簡単にね書いてある内容だったんですけれども、あの政府は妻の、出産直後の夫を対象とした新たな休業制度を、創設する方針を固めたと。で、母にしか、取得が認められていない産休制度の父親版といえる措置ですね、ツイッターを見たですね。で、まあ、実際ちょっと僕もあの記事をちょっと見させていただいて、で、まあ、これについてねちょっとお話をしていこうかなっていうところと、あとは、まあ、僕ねまだ0歳の娘がいるんですけれども、今年の1月末に生まれたんですね。出産に立ち会った身なんで、まあそれについての話とかもちょっとこれでできそうだなと思ったのでカメラを回しておりますと。で、今日、まあ、話す内容をざっくりとこうまとめると、まあ、産休と育休って本当は2種類あって、知らない人いると思うんですけど、それについてと、まあ、あとは今後ねどうにも産休っていうのが制度がついた場合、まあ、どうなるのかと、あとはまあ自分の過去のねその出産に立ち会った、まあ、エピソードなどを少しちょっとお話できたらなという内容でございます。なので、まあ、これを見てる人はもしかしたらね、今後子供が生まれそうとか、これからじゃあ子供作ろうかっていう方がもしかしたら見てるかもしれないんで、参考になればなと思います。はい、というわけで、まずねそのツイッターの方で出てたヤフーニュースの、まあ、記事を見ると、まあ、方針を固めたってところなので、まだ具体的には、細かい内容っていうのはまだ決まってないんですが、その産休制度っていうのを、まあ、父親にも設けようかっていう、まあ、ざっくりとした話ですね。そもそもあの、まあ、育休と産休っていうのがあって、それの違いがわからない人もいると思うんです。で、それについてちょっとお話をしていこうかなっていうところなんですけれども、育休についてはまあ、分かりやすいと思うんです。子供が生まれました、1年2年とかお母さんがねお仕事やってたらお仕事休んで育児に専念するっていうお休みを取る制度なんですけど、これ自体は実は夫の方にも一応今受けれるっていう制度はあるんですね、申請すれば。なので、お父さんお母さん2人とも育児休暇に入って、育児専念するっていうような、ことも可能です。で、今回そのヤフーニュースに上がっていたものは産休っていうものですね。で、これ自体は育休とちょっと違くて、内容としては、翌日から8日あ8週間は、働けませんというやつですね。なので母親側は、お子さんお子と赤ちゃんを産んでから翌日ですね、そこから8週間は働けませんよっていう、もうその期間は強制的にも働いちゃえばいけませんっていう国の方針があるわけですね。で、それを今後ちょっと夫の方にも設けようかっていう話になってると。で、ここがまあ育休と産休の違いなんですね。産休の翌日から8週間働けませんのルールに、まあ、プラスアルファでついてるのが、産後6週間過ぎた後本人が請求し、まあ、医師が認めた場合は働けますよっていう、まあ、制度も一応あって、まあ、基本的にまあ8週間働けないんだけど6週間過ぎて医師がいいよって OK ってだったら、まあ、母親も働きに出れると、内容ですね、はい、ここが育児休暇産休の違いですね。はい、で今後ですねその、産休が夫の方にも、設定された場合ですね、まあ、どういった効果があるのかっていうのが、出産直後で、まあ、肉体的であったりとか体的に、精神的に負担が大きい、妻夫がサポートする機会になって、まあ、母親のね、産後うつを防ぐ効果なども期待されているというふうに出ております。もともとね内容については結構あるあるだと思うんですけど、まあなんか全体のこう世間体的にどっちがいい悪いって話じゃなくて、割合の話で、まあ、育児とかは母親がやるみたいな雰囲気がまあ昔からあって、その割合は昔はすごく多くて今は減ってきてるんですけど、それでもまだ割合としては多いのかなっていうところなんですね。なんですけどやっぱ母親一人で育てるってなるのは結構やっぱ大変で、まあね、近くに、まあ、実家があってサポートしていただける環境、そこでまあ実家でお母さんとこうサポートを受けながら
育児ができる環境であればまだいいかもしれないんですけど、まあ、遠方ね、実家が遠方で地方にいてて、なかなかこうサポートも受けられない状態で育児を一人でやるってなると、なかなかやっぱ厳しいところがあると思うんです。でママ友とかにも相談はできるかもしれないんだけど、まあ、いくらママ友がいたとしても、ママ友もママ友で育児をしているから、なかなかね、そのまあ情報交換ぐらいしかできないというところですよね。で中にはまあうまくママ友と馴染めなくてとかで、まあ孤立しちゃったりとかっていう方も少なくはないはずなんですね。でそうするとやっぱり産後うつとかにもつながっちゃうんで、まあ、それをまあ夫がサポートするっていう形で今回この制度を入れることによって、そういったのを回避できるんではないかっていう期待がされているという内容でございます。で記事の通りポジティブな意見もあれば、まあ、ちょっとこれどうなんっていう意見もあったんですね。でそれをちょっとねいくつか見ていこうかなと思います。僕が今見てる画面の一番上にあったやつなんですけれども、夫に育休取らせるなら即戦力になる講習を受けさせる必要があり、それができないなら何でもお金で解決できるぐらい稼いできてくれた方がマシかもな。これなんな、どまあ難しいところだよね。やっぱその経済的な部分 の割合はやっぱり男性の方多いと思うので、まあそこね共働きで、まあうちも共働きなんですけど、まあそこら辺がねそのやっぱ難しくさせてしまってるのかなっていう意見ですね。であとちょっと訂正を入れるのであれば、育休じゃなくて産休です。育休じゃなくて産休ですね、これは。はい、夫がいるかいらないかは、政府が決めるんじゃない、妻です、家族です。その意見は間違ってはないと思います。政府が決めるんではなくて家族が決めること、まあ、そこはまあおっしゃる通り。もしかしたらなんかその自主申告制みたいな感じで、夫の方は会社に申請を出せば翌日から8週間お休みを取ることができますよみたいな制度とかの方がまだ、まあこの意見的な内容でいくといいかもしれないね。これも書いてあるな。子育ての手助けははっきり言って赤ちゃんの時はいらない、家事の手伝い、家事をすべてやって家事を手伝ってほしいっていうんだったら、やっぱ産休あった方がいいんじゃない。産休あった方がいいでしょ。だって下手したらさ、世の中のさ、男性夫がさ、ね、赤ちゃん生まれて、仕事をしながら、じゃあいきなり家事手伝ってよって言われてももたついちゃったりとか、うまくできなくて母親側奥さんの方に逆にストレスを与えてしまうみたいなこともあると思うから、逆にですよ、逆にその産休を使ってある程度ねこう自走できるようにお互いにね時間も作れるわけですから、なんかある程度ねそこでこううまい具合にこう仕組み化できるようにお互いに協力し合った方が逆にいいんじゃないかなと僕は思いました。家事を手伝ってほしいっていうのもある意味育児のサポートですから、それは産休あった方がいいんじゃないって思った。あともう一個だけ、いい夫ならいいと思いますけど、休みもらうだけもらってパチンコ行かれたり、妻以外の女性と不倫ではなく密会されたら、まあ多分これはね、多分このコメント下手したらお子さんいないのかな、お子さんいない可能性あるな。わかんない、お子さんいない可能性あるな。まあ一概にゼロではないけれども、子供生まれてパチンコ行くかね。多分それどころじゃないと思うけどね、その時期って。別に育休みたいに長い期間もらうんじゃなくて、生まれてから8週間っていう間だけの話だから、その期間でバチンコ行くかね、行くかね。僕個人としての意見をちょっとこれから話していこうかなと思います。僕個人としては全然ありだなと思います。理由はやっぱり、まあ、家事を手伝ってっていうのと、あとは育児を手伝うっていうのは極力僕もねできるだけしようかなと思ってはいるんですけど、やっぱね全部が全部手伝いきれてないっていうところが正直あって、やっぱそれなりにやっぱ奥さんに負担がかかってしまっている状況なんです。今帰ってくる頃にはもう2人とも寝てるとかがあるんで、毎日こう手伝うっていうのができなくて、で休みの日とかに代わりにねこう育児してあげたりとか、お風呂入れたりとか、あとはね哺乳瓶洗ったりとか、してるんですけど、まあ、なかなかねこう僕個人としては僕の中ではこう手伝いしでききれてないなっていうのが正直なところがあって、まあこれは今後ちょっと改善していかなきゃいけないなっていうところなんですけど、多分なんですけどある程度のその基盤みたいなのを先に作っちゃった方がやりやすいのかなって思ったんですね。そういう家事サポートとかも。でそう考えるとその2人ともねその産休をもらうっていう制度はそういういい機会なのかなって思うし、子育て
まあね、2人ともね初めて子供を産みますってなったらさ、2人ともようわからんじゃん。2人とも何をどうしたらいいのかわからんやん、何をどうしたらわからんやん状態で、ね、奥さんが先にねお休みをいただいて、いくらかねこういろいろこう試行錯誤しながらこう育児をしていって、で夫で仕事をしてっていうなると、育児っていうところのカテゴリーの中でいくと、どうしてもそこに差が生まれてしまうじゃないですか。そうすると、奥さん側からすると、いや夫いや何もできんやみたいになってしまうケースもやっぱできちゃうじゃないですか。でそこをそのね産休っていうので2人ともこう足並み揃えてこうやってね行けば、そこからの基盤はなるべく差はこう出にくくなると思うんで、お互い分かり合った関係でまあできるんじゃないかなっていうので、俺は大賛成です。これ伝わったかな伝わったかな、これで俺の賛成意見、賛成意見伝わったかなで最後に、私のね経験談というか、世の中の、まあ、これからねパパになるよって方ですとか、あとはもう現在パパをやっててあんまり育児サポートしてないよ、とこれからそのした方がいいのかなっていう方に向けてちょっとお話をしていくんですけれども、生まれるね何日か前に破水をして、突然ね破水して急遽病院に行って、そこから出産までもうほぼ丸々ずっと付きっきりでいたんです。で出産のもう瞬間とかも立ち会ったりとかして、その破水から生まれてくるまでの間っていうのを、まあ、ずっと奥さんと共に過ごしてきました。その模様自体は記録としては全部は残ってないんですけれども、入院から出産までの間を見てきた、私から言えることは一つ、マジで奥さん辛いと思う。でこれは別になんかその出産が痛いから大変だからやめといた方がいいっていう、そういう話でもなくて、いろいろこう過程をちょっと説明するね。破水して夜中の3時とかに破水して、2時3時ぐらいに破水して、で急遽病院に行って、で病院に行くんだけど、それもあのタクシーを捕まえようと思ったんだけど、タクシーないって言われて、で本当はなんか事前になんか市に申請をしておけばなんかそういうのが行けるよみたいなのがあったらしいんだけど、それちょっとやってなくて、なんかそのそう、うまくそこの仕組みをちゃんと理解しなくて、申請をしなかったがためにタクシーが捕まえられず、急遽うちの姉に電話をして、ごめんちょっと車を出してくれということで車を出してもらって、で車で、まあ、自分がね病院知ってるから自分が運転変わって車で病院行って、で、いろいろこう見てもらったら、あこれは入院ですということで、まあ、破水した時点でも大体入院なんですよ。入院なんで、まあ、入院しますと。そこからですね、まあ、陣痛も破水したタイミングから始まっていたので、まあ、ズキズキしていると、痛いと。で最初の頃はねまだちょっと耐えられるぐらいだったんですけど、こうだんだん時間が経っていくにつれてですね、やっぱり強度も増してきて、まあこう波があるんですけど、痛い波っていうのがすごく強烈な痛みだったようなんですよ。まあ、表情とか骨盤がね動くんで、陣痛ってその骨盤がすごくゴツゴツ動く、骨盤とかが動くので、そういった痛みっていうのが、すごくね間近で見てたので辛いっていうところで、僕ができることとしたら、まあその腰をねこうさせてあげたりとか、あとは水分補給させてあげたりとか、あと何か困ったことないかっていうのをこう聞いたりとか、あとはね看護師さんもずっと付きっきりに入れるわけではないので、もし何か奥さんのね病態が何か悪くなっちゃったりとかした時に代わりに呼びに行ったりとか、っていう役割をずっとやってたんですね、僕も寝ずに。でそれをねずっと見てて、すごく自分もごとのようにこう辛いなって経験をしたんですよ。でなかなかねこう男性の方はねこうずっと付きっきりっていうのはあんまり経験ないっていう人もいると思うんです。割合的に多いかもしれない、わかんないんですけどめちゃめちゃ辛いです、とりあえず。でそれを経験してるからこそ、お母さん最強だなってめっちゃ思うようになって、はい、もうめちゃめちゃリスペクトしております。生まれる瞬間もねずっと手握って、でまあ力を力むタイミングとかもね、こうここだよっていうのをね、病院の先生がねこうレクチャーしてもらいながらやるんですけど、痛みとかがあるのでやっぱなかなか難しいと。で我慢しなきゃいけない部分もところもあるので、タイミングがで、そこも我慢しなきゃいけないっていうところもすごくやっぱ痛みとかがあるので、我慢できないっつってこう痛みをこらえながら
出産したんですね。その後ね、生まれた瞬間はすごくやっぱり奥さんもね、こうほっとして我が子にようやく出会えたっていう喜びが勝つので、ここはね別に怖がらなくても大丈夫ですし、まあ、今だったらねいくらかお金出せば無痛っていう手段もあるので、出産に関しては別にそういう何か怖がることはないと思うんですけれども、まあ、その出産をこうね立ち会ったっていう男性の経験っていうのは多分貴重だなと思って、ちょっと話したかったんですけど、なかなか機会がなくて、まあ、こういうね記事が出たんで、ちょっとお話をさせていただきました。まあ、とりあえずまとめると、男性にも、まあ、産休制度が今後入ってきそうだよっていうところと、産休制度は男性にもあっていいんじゃないかなと僕の意見と、あとは世の中の男性、まあ、夫、世の中のパパ、お母さんは強いぞとお母さん最強なんだぞとことをちょっとお伝えしたかった。お母さんもうちょっと優しくしてあげてくださいまあね、働いててこっちもいろいろこういろいろなストレスを抱えて帰ってきてるから、こうねついねガッてなっちゃうところもなくはないと思うんですけれども、それはお互い様っていうので理解をしてあげてほしいなと思います。ちょっと長々とね喋りすぎちゃったんですけど、こんな感じですすいません、ちょっと話がまとめられなくて申し訳なかったです。まあね、ぜひねコメントとかにもいろいろな意見載せていただけると嬉しいです。どういった反応が、まあ、どういった意見があるのかっていうのを僕自身的にも個人的にも知りたいっていうのもあるので、ぜひコメント欄にコメントしてみてください。少しでもこの動画がいいなと思ったら高評価、あとはチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。